秋山広、451、野手成績トップ10、打率、1、秋山広島、451、2、宮崎横浜、449、3、関根横浜、389、4、大島中日、382、5、西川広島、333、6、岡本和巨人、328、7、佐野横浜、321、8、木下中日、316、9、桑原横浜、340、中野阪神、300、出塁率、1、秋山広島、491、2、宮崎横浜、481、3、関根横浜、436、宮崎ヤバすぎやろ。4、3塁打はすごい。ヌートバーってほんまにこいつより実力上なん？そうとは思えんが、秋山宮崎の世代は衰えが目立ち始めてるけど、この二人はめっちゃ元気やな。日本でもアメリカでもやることがない男。正直20代のうちにメジャーを行ってたらもうちょいなんとかなってたと思う。日本上位だけど MLB ほどではないくらいのリーグないんか？そこにいっぱい集めればええやん。西武に戻ってたら余裕で首位だった。もう日本でやることないやろこいつ。さっさとメジャー行けていき。柳田も出塁率5割やし、柳田秋山時代はまだ続きそうやな。セリーグ移籍ってのもあるやろな。タイプがちょっと違うからしばきやすいんちゃうか。なんでメジャーで通用しなかったのか。やっぱりパワーがないから。帽子がレッズと似てるでキャッキャしてたのが懐かしいわ。やっぱり MPB ってマイナーリーグだわ。メジャーのレベル上がりすぎて野手はできるだけ若いうちに行かないと適用できなそうやな。20代の秋山翔吾が板にしたけってヤバかったんやな。秋山ってああ見えてかなり目立ちたがりやからな。広島は最高の環境やろ。オフシーズンも最多安打から渡米前までで NPB ダントツの出演数だったし。 NPB と MLB との差を実力で見せつける男。一回西武に残留したけど、そこでメジャーを行ってたらまた違ってたんちゃうか。20代やし、広島はこいつが打てなくなったら沈むやろな。あまりに他が打てなさすぎ。実際こんなもんだよな。メジャーと NPB の差って結局打者はデータで丸裸にされるし通用しない。行く前と同じかよりパワーアップして帰ってきたアメリカ帰りは初めてやないんか。今まで詐欺師になって帰ってきたのばかりだったし。日本でもメジャーでもやることがない男。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。